青函トンネル、青函トンネル、または、青函隧道は、本州の青森県東津軽郡今別町浜名と、北海道、都道総合振興局上磯郡尻立町湯の里を結ぶ北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道トンネルである。津軽海峡の海底下、約100メートルの地中をうがって設けられたトンネルで、 全長 53.85km は交通機関用のトンネルとしては日本一及び東洋一である。全長は約 53.9km であることからゾーン539の相性があった。交通機関用トンネルとしては世界2位の長さであり海底トンネル及び狂気のトンネルとしては世界一の長さと深さを持つ交通機関用トンネルである。 海底部の総距離では、英仏海峡トンネルが世界一の長さを持つ。1988年3月13日に開通してから2016年6月1日に、スイスのゴッタルドベーストンネルが開通するまでは、世界一の長さを持つ交通機関用トンネルでもあった。青函トンネルの着こない駅方には、非常に短いシェルターで覆われた小もない川橋梁。 さらに長さ約 1.2km の第一湯の里トンネルが続き青函トンネルに一体化しており、これらを含めたトンネル上構造物の総延長は約 55km になる。なお、トンネルの最新地点には青色と緑色の蛍光灯による目印があったが、北海道新幹線の開業前に撤去された。青函トンネルを含む区間は当初在来線の 海峡線として開業したが、当初より新幹線規格で建設されており、2016年3月26日から参戦0機場を北海道新幹線が走行している。また、青函トンネルは通信の大動脈でもある。青函トンネルの中には開通当時の日本テレコム、後ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイルを経て、現在のソフトバンクと KDDI が、 光ファイバーケーブルを付設しており、北海道と本州を結ぶ、電信、電話の重要な管路となっている。日本鉄道建設公団により建設工事が行われ、公団を引き継いだ、独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構がトンネルを所有している。トンネルを走行する列車を運行している JR 北海道は、機構に対してトンネルの使用料を払っている。 その額は租税及び管理費程度とされており、年額4億円である。また、トンネル内の鉄道付設部分については、JR 北海道所有として整備されており、この部分の維持管理費は、年間約8億円となっている。1999年度から改修事業が行われており、事業費のうち3分の2を国の補助金で賄い、3分の1を JR 北海道が負担している。 海底にあるため施設の老朽化が早く、線区を管轄する JR 北海道にとって、青函トンネルの保守管理は大きな問題になっている。また、開業当初は乗車券のみで乗れた青函連絡船の代替という意味もあり、主たる輸送が快速、海峡にて行われ、特急、初0狩りは一部速達性を要する時間帯のみであったが、2002年12月1日の 東北新幹線八戸開業に伴い、列車体系が大幅に変更され、特急、急行列車のみとなった。2016年3月26日の北海道新幹線開業以降は、定期旅客列車は北海道新幹線のみとなっていたちなみに、青函トンネルの中央部は公開下の建造物ということで、開業前にその帰属及び、 固定資産税の課税の可否が問題となったが、トンネル内には、領土と同様に、日本の主権が及ぶものと反された。それに伴い、各自治体へ編入され、固定資産税もそれに応じて課税されることとなった。全行程においての殉職者は34名。達皮先に殉職者の石踏みが立っている。青函トンネルは、日本最長の海底トンネルという特殊条件である。 ことから、万が一の事故、災害防止のために、厳重な安全対策が施されており、トンネル内は終日禁煙、柿使用現金となっている。トンネル内には、一般建物用より高感度の煙、熱感知器が多数設置されているので、微量な煙を感知しただけでも、列車の運行が止まってしまう。なお、開業初日には3カ所の火災検知器が誤作動を起こし、快速、海峡などが、 最大39分遅れるトラブルが発生している。なお、2015年4月に発生した特急列車の発煙トラブル、後日を踏まえ、JR 北海道は、青函トンネルにおける乗客の避難方法や避難所設備などを改善していく考えを示している。定点など陸底部にある施設を拡充し、定点のケーブルカー、定員15名の荷台に座席を取り付け、 定員を増やすほか、待避所のベンチやトイレなども増設する。また、トンネルの陸底部に4つある資材運搬用の車庫を新たに避難路として活用する。青函トンネルを利用し、本州と北海道を結ぶ送電線の建設が進められている。2019年3月の稼働開始を予定し、30万キロワット分の送電を行える直流送電線の 建設が行われている。従来北海道と本州を結ぶ送電線は海底ケーブルによってまかなわれていたが、船舶の怒りが引っかかって損傷するなどのトラブルが起こっており、青函トンネルを利用すれば安全性が確保され、不設費用も抑えられる利点もあるとされ、従来の海底ケーブルでのルートと合わせて90万キロワット相当の電力の送電が可能となる。かつて、 青森駅と函館駅を結ぶ鉄道連絡線として日本国有鉄道国鉄により青函航路青函連絡線が運行されていた。しかし1950年代には朝鮮戦争によるものとみられる不流期雷が芝は津軽海峡に流入、また1954年昭和29年9月26日台風接近下に誤った。 気象判断によって出航し、暴風雨の中、函館郊外で遭難した、東山るほか4隻の事故、東山る事故など、航路の安全が脅かされる事態が、相次いで発生した。これらを受けて、太平洋戦争前からあった本州と北海道を、トンネルで結ぶ構想が、一気に具体化し、船舶輸送の代替手段として、長期間の工期と巨額の工費を費やして建設される。 こととなった。青森県東津軽郡民馬村、現在の外ヶ浜町と北海道正木郡、福島町を結ぶ西ルート、青森県下北郡大間町と北海道亀田郡、都井町、現在の函館市を結ぶ東ルートが検討され、当初は距離が短い東ルートが有力視されたが、東ルートは西ルートよりも推進が深い上、 海底の地質調査で口策に適さない部分が多いと判定されたため、西ルートでの建設と決定した。なお、もし東ルートに決定していれば、かつて青函連絡船外対航路として建設されていた未成船、大間線とトイ線の建設が再開され、開通していたとも言われている。当初は在来線企画での設計であったが、整備新幹線計画に合わせて、 新幹線規格に変更され建設された。整備新幹線計画が凍結された後、暫定的に在来線として開業することになったものの、機関や河川電圧の違いを除けば、保安装置 ATCL 型も含めて新幹線規格を踏襲しており、後に考案されるスーパー特急方式の原型となった。トンネルは在来工法一部、 TBM 工法、新オーストリアトンネル工法により建設されたトンネル。本体の建設費は、計画段階でも三百八十四億円であったが、実際には七、四百五十五億円を要している。取り付け線を含めた海峡線としての建設費は、計画段階で六、八百九十億円。実際には九、零零零零零円に上る。 しかし、完成時には、北海道新幹線の建設が凍結になっており、また、関東伊勢と北海道が鉄道と、青函航路で結ばれていた、着工当時と打って、代わり関東から北海道への旅客輸送はすでに、航空機が9割を占いていたこと、加えて、ストライキや、巡航闘争の多発をはじめとする当時の国鉄の、労使関係の悪化もあって、貨物輸送も、 フェリーや内向海運にシェアを奪われて低迷が続いていたこと、さらに完成後も大量の湧水を組み上げる必要があるなど維持コストも大きいことから巨額な投資といえども埋没費用とみなし放棄した方が経済的であるとされた。そのため、昭和三大若さ定発言において言及され、無用の長物、泥沼トンネルなどと揶揄されたこともあった。 トンネルの有効活用としては、道路用に転用すべきだ、キノコの栽培をすべきだ、石油の貯蔵庫にすべきだなどのアイデアも報じられたが、結局は在来線で暫定使用を行うことになった。なおこの時、青函トンネルカートレイン構想として、カートレインの運行を行うことも定められていたが、実現には至っていない。しかし開通後は、 北海道と本州の JR 貨物による貨物輸送に重要な役割を果たしており、1日に21往復定期列車。臨時列車も含めると上下合わせて約50本もの貨物列車が設定されている。天候に影響されない安定した安全輸送が可能となったことの効果は大きい。特に北海道の基幹産業である農産物の輸送量が飛躍的に増加した。 また首都圏で印刷された雑誌類の北海道での発売日のタイムラグが短縮されるなど JR 北海道にとっては赤字事業であるものの外部効果は高い平成22年度では年間貨物輸送は450万トンでシェアは42%に達しておりフェリー輸送とほぼ同等となった対照的に旅客はバブル崩壊以後の観光客の減少や 旅客機輸送の多頻度化、格安航空会社の登場による価格破壊などから旅客利用減少が進んでいる。2007年、平成19年9月1日には、青森、函館間を1時間45分で結ぶ高速船ナッチャンレラが、2008年、平成20年5月2日には、ナッチャンワールドが就航し、青函トンネル旅客輸送における、 新たな競合相手となっていたが、これらは2008年、平成20年11月1日で運行休止となった。このような状況ではあるが、今後は北海道新幹線開業による輸送量増加が期待される。当初は TBM トンネルボーリングマシンを使用して掘削していけば、ほぼ計画通りの後期で完成すると考えていたが、実際には、 軟弱な地層に進むにつれ多発した異常出水や、機械の自重で行動の下へ沈み込み前進も、後退もできなくなり、やむなく TBM の前方まで、迂回行動を掘って、前から押し出さざるを得なくなるなど、あまり役に立たず、早々に TBM での屈折を諦めた。そこで、本校に先駆けて、先進ボーリングで先進シルベ校を掘り進み、それにより先の地質や、 流水の状況を調査しながら本港が後を追うという方式で掘り進むことにな。しかし、先進ボーリングは水平方向で、ボーリング調査を行うため水平を維持するのが難しく、ボーリングした穴内の圧力を維持できずに航壁が崩れたり流水が噴出したりしたため、最初の頃は月に100メートルも進まなかった。そこで、従来は、ボーリングのロッド管内から送った水を、 先端のビットから管外に出して、ビットを冷却しつつ、その水で穴を開く際に出る粘土や泥を、ロット管鉱壁の間から取り除いていたのに対して、ロット管と鉱壁の間から送った水で穴を開く、際に出る粘土や泥を、ロット管内に回収する、リバース工法を考案した。これにより、ボーリングの屈伸速度は月に数百メートルに向上した。 海底に差し掛かるに従い次第に地質が軟弱になり、出水も増えてきた。そのため、青函トンネルで培われた技術が、新オーストリアトンネル工法による、注入と吹き付けコンクリートと呼ばれるものある。注入とは、セメントミルクと、水ガラスの混合物である注入剤を注入用、高圧ポンプを用いて、超高圧で岩盤へ注入し、 注入剤が固まった後そこを掘っていく工法であり、行動の太さ以上に、セメントで硬い岩盤をあらかじめ作っておき、そこを掘り進む理屈である。しかし、注入剤は強度を上げようすると流動性を保つ、時間が短くなり注入できなくなる問題があった。そこで、タッピ岬にある試験場において、最適な水ガラスの種類や配合物を解明すると、共に流動性を保つ。 時間帯をストップウォッチを使用して計測した。吹き付けコンクリートとは、掘作直後にコンクリートを岩盤に吹き付けて、緩みや崩落を防ぐ方法であり、1950年代にヨーロッパで開発されていたのだが、吹き付け圧による跳ね上がり、剥落、下妻などのトラブルが多かったため、トンネル内に模擬トンネルを作って、試行錯誤の繰り返しを行い、 吸血剤の改良や耐圧ホース吹き付け用、自動アームなどを開発した。それでもなお大量の出水を防ぐことができず、行動の途中で進むことを断念し高校塞いだ。上でその行動を避けて掘った箇所が、先進しるべ港に数箇所存在する。屈作が終わり、鉄道が開通した後も、湯水、塩水が常に出続けている。そのため、タッピ側と、 吉岡側のそれぞれ先進しるべ交際下部にポンプが備えられており、タッピ側はさらにもう一箇所、常時ポンプで湧水を組み出すことで、トンネルが維持されている。全長 53.85km の本港は9つの港区に分けて掘削が行われた。そのうち、本州寄りの4つの港区と、北海道寄りの3つの港区は、陸上部の地下を掘り進めるもの。 残る二つの航区が津軽海峡の海底下を掘り進めるものであった。各航区の長さ及び試行業者を以下に示す。2005年、平成17年に北海道新幹線の新青森から新函館北斗間が着工され、青函トンネルについては貨物、夜行列車なども引き続き通れるように三線機場とし、上下線の間に車風壁を設けること。 トンネル両側の奥津がある今別駅というの、里尻内信号場に退避施設を建設することになっている。2007年、平成19年には、保安装置の動作確認などの試験目的で、上下線6キロメートルの三線基上化工事が行われた。また、これらの工事のために、吉岡海底駅は休止されていた。また、 速度が大きく異なる貨物列車と新幹線を同時に走らせることによるダイヤへの負荷などを解消すべく、狂気用の貨物列車を列車ごと標準気用列車に乗せ、新幹線用レール上を高速で走行させるトレインオントレイン技術が JR 北海道によって研究されている。これとは別に、当初の予定通り青森側、北海道側にそれぞれターミナルを建設して、 カートレインを運行させようという構想もあるが、実現のめどは立っていない。2014年、平成26年3月15日に、北海道新幹線の開業工事に伴い、2つの海底駅、タッピ海底駅、吉岡海底駅が廃止された。青函トンネルは海底の頂大トンネルであるため、走行する車両には、運輸省、現在の国土交通省が、 症例で定めた防災基準を満たす構造であることが要求されている。なお明示された条件ではないが、本トンネルは海底を通ることから湿度が常に100%で、あるため、これに耐えうる構造であることも重要である。火災事故防止のため、トンネルを通行する営業用列車が電車、または電気機関車牽員の客車、貨車のみに制限されており、来年期間を用いる。 車両、機動車、ディーゼル機関車は、救援目的のディール機関車を除き、当線内は自走、牽引はできない。さらに青函トンネルを通る冷凍コンテナは、熱感知器の反応で列車が足止めされないよう、機関車の運転席からの遠隔操作により、コンプレッサの動力となる、ディーゼルエンジンを切るための専用回路を搭載したタイプに限られている。 本州と北海道間で車両を輸送する際は、来年期間を停止した上で、基本的に電気機関車の牽引により公衆輸送される。なお、1988年、昭和63年10月には、オリエント急行の車両が、本トンネルを通行しているが、オリエント急行に使用される車両は内装に木材を使用している上、食堂車では石炭レンジを使用しており、 火災対策上通行が認められない車両であった。しかし、この時には、各車両に、車内放送装置と、火災放置機を設置した上、防火1000人の保安要員を乗務させるという条件で、特別に通行が認められている。北海道新幹線開業時に、青函トンネルを含む、海峡線の河川電圧を新幹線に合わせて25000ボルト、50ヘルツに昇圧し、 保安装置もそれ以前の ATCL から DS、ATC に変更された。北海道新幹線の新青森駅から新函館北斗駅間開業を1年後に控えた2015年4月3日には、青函トンネル内を走行していた特急スーパー白鳥34号の車両下で発煙する事故が発生し、青函トンネル開業後初めて乗客、乗員が タッピ定点を経由して地上へ避難する事態になった。ほか、2日後の4月5日には、江差線のサツカリキ内間の、既然線の吊り下げ絶縁外しが、老朽化や縁外での腐食が原因で破損したために、送電トラブルが起き、青函トンネル内で停電が発生した。これにより、特急、スーパー白鳥など4本が運休し、6本に最大で4時間15分の遅れが発生した。 北海道新幹線が経由予定である、青函トンネルにおいて、管理面での事故が1週間以内に連続して発生し、北海道新幹線の安全性に疑問の声が上がった。それに対し、JR 北海道は4月7日から8日にかけて、江差支線の停電に対する説明及び、青函トンネルに関する防災設備、避難に関する説明と、車両状況の報告を行った。 また、4月10日には、記者会見で避難誘導マニュアルの改定を実施する、旨と4月7日に、社内委員会を設置したことを発表した。その一方、JR 貨物側にも問題が起きた。青函トンネルで貨物列車を牽引するア800系電気機関車の故障が2015年8月21日に起きていたことが判明した。大阪貨物ターミナル駅発。 札幌貨物ターミナル駅行きの貨物列車20両編成牽引時において8月21日17時半頃に運転士が故障告知ランプが点灯を確認したため尻内町側の出口まで約 5km のトンネル内に緊急停車し電圧変換装置に電流が流れないよう応急処置の後に運転再開木古内駅に到着後に社員が故障を確認した 電気系統の異常によるもので、電圧変換装置のボルトの締め付け不足が原因で、過大な電流が流れ絶縁体の樹脂が溶けしたという経緯で故障に至った。この障害を国土交通省北海道運輸局に報告したものの、単なる車両故障と認識し、発表する内容ではないと考えた広報室として公表していなかった。JR 北海道の発表では、 この障害の影響で特急列車4本が最大53分遅延した。2016年2月9日にもタッピ定点での合同異常時訓練中に停電が発生し、救援列車が緊急停止するトラブルがあった。変額の記号は本州側が中曽根康弘、北海道側、正確には第一位の里トンネルが橋本隆太郎である。変には 青函トンネルではなく、青函水道と書かれている。中曽根は1985年3月のトンネル貫通及び1987年4月の国鉄分割民営化当時の内閣総理大臣、橋本は1987年4月当時の運輸大臣であった。開業当日は民放各局が開業式典から生放送した。その中継は、 函館駅、青森駅だけではなく、吉岡海底駅、タッピ海底駅からも行われた。さらには、旅客一番列車の函館発森岡駅特急、初0日に10号がトンネルに入った様子を、車内からも生放送した。列車内からの中継は NHK が代表取材し、その映像を運転席に設置した普風から地上に送信し、 地上ではその電波を受信し再度中継した。開業一番列車の写真を見ると運転席に NHK と書かれたパラボラアンテナが映っているのはそのためである。民放各局はこの NHK の映像を受信し再送信したため、何の前振りもなく突然 NHK アナウンサーの木原明義が民放の画面に現れた。また、海底駅からの中継には 当時やっと実用化され始めていた放送中継用の光ファイバー連装装置が使用された。本中継の番組ではないが、NHK で開通前の1970年、昭和45年3月23日に、新日本気候、青函トンネルを、1983年、昭和58年1月21日に、NHK 特集、検証、青函トンネルを、2000年、 平成12年4月11日に、プロジェクト X、挑戦者たちで、友の死を超えて青函トンネル24年の大工事を、それぞれ放送。2016年、平成28年2月28日には、北海道新幹線開業を前に、この校舎に番組を再編集した、NHK アーカイブス、北海道新幹線開業へ青函トンネルにかけた、情熱が放送された。また、 青森放送でも1988年、昭和63年に、両日の二人という青函トンネルをテーマにした、ドキュメンタリー番組も制作、放送した。開通直後の1988年、昭和63年4月4日には月曜、女のサスペンス初回拡大スペシャル、青函特急から消えた男、夏木静子原作のトラベルサスペンスがテレビ。 東京系列で放送されている。2014年7月9日付河北,北新報によれば、青森県議会議長は、同年6月30日の定例記者会見にて、国土交通省事務次官に対し非公式ながら、もう一本掘ってくださいと伝えていたことを明らかにしていい。2014年から2015年頃、複数のゼネコン、コンサルタント会社により、 鉄道路線強化検討会が発足。2016年、青函トンネルの西側に貨物専用の第二青函トンネルを建設する構想を取りまとめてい。工費は約3、900億円、工期は約15年を想定した。第一の背景として、2004年に国土交通省が平成16年度の整備新幹線、建設推進高度化等事業における、 青函トンネルにおいて貨物列車が新幹線を走行する場合の安全性の検討などを行う調査を実施し、それを受けて2012年7月には国土交通省内で青函共用走行区間技術検討 WG ワーキンググループも設置され、その議事録で北海道新幹線札幌延伸の10年後には現在の青函トンネルも大改修が必要となり、 その時に減速しながらの作業となってしまっては意味がないも意見もあったことや2016年12月の豪雪の際に航空便が欠航した際も札幌から新函館北斗間の特急列車が大混雑となったことや貨物列車の増発に現状の青函トンネルでは容量不足であるという需要の必要性が挙げられる2017年2月14日付の 北海道新聞によれば、日本プロジェクト産業協議会は、同年2月13日、貨物列車用と自動車用の2本のトンネルを新たに建設し、トンネル内に送電線やガスパイプラインを付設すことで、既存の青函トンネルを北海道新幹線専用とする構想を発表した。事業費は約7、500億円、後期は約20年間を想定し、 地上から海に向かって掘り進む際の傾斜を急にすることで延長を約 30km に短縮するとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。